注目を集めた日韓戦で決勝ゴールを決め、U20 韓国代表のベスト8進出に大きく貢献したオセフンが、優勝したいと言葉に力を込めた。チョン・ジョン・イオン監督率いる U20 韓国代表は5日午前、ポーランドル・ブリンスタジアムで行われた日本との 2019FIFAU20 フフワールドカップ16競戦で後半39分。 オセフンの決勝ゴールで勝利した。決勝ゴールの主人公イコールオセフンは試合後のインタビューで、勝つことができて、とても嬉しい。特に、日韓戦に勝利できてより嬉しいとし、失点しないよう抑えてくれた DF 人に感謝を伝えたいと笑顔を見せた。また、パクドンヒョク監督が頭に浮かんだ。チームのスタッフ、 そして夜遅くまで応援してくださった国民の皆様に感謝したいとし、決勝まで行く自信がある。優勝して、国民に感動を届けたいと語った。